本書は、ユバルノア・ハラリによるサピエンス全史をもとにした解説です。私たち、ホモ・サピエンスの進化と発展の歴史を追いながら、その過程で直面した課題や挑戦、そして未来への展望を探求していきます。認知革命から始まり、農業革命、帝国の誕生、科学革命、帝国の終焉、科学と技術の躍進といった重要な節目をたどりながら、私たちがどのようにして、現在の社会や文明を築いてきたのかを探求します。また、科学と技術の進歩が私たちの未来にどのような影響を与えるのかについても考察していきます。本書を通じて私たちの起源と進化、そして未来への展望について深く探求し、その意味と重要性を再認識することを願っています。第1章認知革命ホモサピエンス、やっぱり一番だった件。約7万年前、私たち人間、ホモサピエンスは他の人類の種に勝利し、地球の支配者となりました。私たちの特徴は、言語、想像力、協同作業の能力などが挙げられます。これによって、私たちは大規模な社会や文明を築くことができました。他の生物たちは驚いていることでしょう。認知革命の始まりは、約7万年前に遡ります。当時、ホモサピエンスは他の人類の種を圧倒し、地球上で最も成功した種となりました。彼らの優れた特徴には、言語能力、想像力、協力性が含まれています。これらの特性のおかげで、私たちは驚異的な進化を遂げ、社会的な生活を営むことが可能になりました。私たちが他の生物たちから際立っていることに、彼らは驚嘆せざるを得ません。言語は私たちホモサピエンスの最も重要なツールです。それによって私たちは情報を共有し、知識を蓄積することができます。また、私たちの豊かな想像力は、新しいアイデアや概念を生み出す源となっています。これによって、私たちは、抽象的な概念や理論を理解し、未来を予測する能力を持つようになりました。他の生物たちは、私たちの言語や想像力の力に驚嘆し、その進歩に敬意を表することでしょう。また、共同作業の能力も、私たちの特徴の一つです。私たちは協力し合い、大規模なプロジェクトを実現することができます。集団で狩りを行い、農業をはじめ、都市を建設しました。さらに、知識や技術の共有によって、私たちは文明を発展させ、科学や芸術を作り出すことができました。このような共同作業の能力は、私たちが地球の支配者となる一員となっていました。私たちの協力と結束力によって、文化や社会制度が形成され、進歩が促進されました。他の生物たちは、私たちの共同作業の能力に感嘆し、その成果を見て驚愕することでしょう。私たち、ホモサピエンスが地球の支配者となったことは、他の生物にとっても大きな転換点となりました。私たちの知性と想像力によって、環境や生態系に対して大きな影響を与えることができます。農業の発展によって、私たちは食料の生産を効率化し、大規模な人口を養うことができるようになりました。しかし、その一方で、私たちの活動が環境に与える負荷や破壊も増大しました。これによって、他の生物たちも私たちとの共存を余儀なくされ、新たな適応を迫られたことでしょう。ホモサピエンスの認知革命は、人類史上最も重要な出来事の一つです。私たちの能力と進化が私たちを他の生物たちから際立たせ、地球の支配者とすることを可能にしました。しかし、その支配には責任が伴います。私たちが地球の生態系や他の生物たちと調和して共存する方法を見つけることが重要です。私たちの進歩と成果を待って、他の生物たちとの共生を築くことができれば、真の意味でホモサピエンスの優位性を示せるのではないでしょうか。第2章農業革命、さあ農業を始めましょう。土の中に顔を突っ込むスタイルで、約1万年前、私たちは狩猟採集から農業社会への転換を経験しました。これによって食料の安定供給と定住生活が実現しました。しかし、農業は簡単ではありませんでした。新たな問題や不平等が生まれ、田んぼとの戦いに巻き込まれました。それでも、これは重要な節目でした。農業革命の始まりは、約1万年前に遡ります。これは、人類にとって大きな転換点でした。狩猟採集の生活から農業社会への移行によって、私たちは食料の安定供給を実現しました。作物を栽培し、家畜を飼育することで、私たちは自給自足の生活を送ることができるようになりました。
これによって私たちは定住生活を始め、集落や都市を形成することができました。この農業の革命は私たちの生活様式や文明の進展に大きな影響を与えました。しかし農業は容易な道ではありませんでした。新たな問題や課題が浮上しました。一つは労働の増加です。農業は従来の狩猟採集よりも労働集約的であり、長時間の労働や季節ごとの農作業が必要でした。また作物の栽培には適切な土地と水源が必要であり、これらの資源を確保することも課題でした。さらに農業の発展によって私たちは土地の所有や財産の概念、労働の分業などの新たな社会秩序を築く必要が生じました。これによって不平等や階級の形成が起こることもありました。田んぼとの戦いも農業革命の一環でした。私たちは土地を耕し、作物を育てるために多くの努力を払いました。石器や農具の発展によって効率的な農作業が可能となりましたが、それでも自然との摩擦や災害との戦いは避けられませんでした。洪水、干ばつ、害虫の被害など自然の厳しさとの戦いが農業者たちを常に脅かしました。それに対応するために私たちは灌漑システムの構築や防災策の開発など様々な技術や知識を獲得しました。農業は私たちに忍耐力と想像力を求め、絶え間ない努力が必要でした。農業革命は食料の安定供給と定住生活の実現に大いなる成果をもたらしましたが、同時に新たな課題や不平等も生み出しました。農業の発展によって一部の人が土地や資源を独占し、財産や権力の集中が進みました。これによって社会的な階級が形成され、富の格差が広がることとなりました。また労働の分業が進んだことで専門化された職業が生まれ、個人の役割と地位が定義されるようになりました。農業革命は人類の歴史において重要な節目であり、私たちの生活様式と社会の基盤を大きく変えました。食料の安定供給と定住生活の実現は私たちの文明の発展を支える土台となりました。しかし農業がもたらした問題や不平等も見逃すことはできません。この時期の私たちの戦いと努力は後の歴史の進展にも大いなる影響を与えました。農業革命は私たちの歩みの一部に過ぎず、次なる革命へとつながっていきます。私たちは技術の進歩や社会の変化とともにさらなる進化を遂げていくでしょう。中編に続きます。しかし帝国には様々な問題も存在しました。権力争いや内乱、征服合戦などが頻繁に起こり、統治の安定を脅かすこともありました。また帝国の支配下にある地域や民族はしばしば不満や反抗の声を上げ、帝国内部での対立や不平等も存在しました。帝国の拡大と維持には多くの労力と資源が必要であり、それが経済的負担や社会的不満を引き起こすこともありました。帝国の誕生は歴史上の重要な出来事であり、多くの文化や文明の形成に影響を与えました。しかしその一方で帝国の崩壊や衰退も起こりました。内部の対立や外部の侵略、経済的な衰退などが原因となり、帝国の力が衰え、新たな国家や政治体制が生まれ変わっていったのです。帝国の時代は人間の欲望や野心、政治の複雑さなどを浮き彫りにしました。歴史は常に変化し、帝国の栄光も一時的なものでした。しかしその存在は人類の進化と社会の変革において重要な役割を果たしました。帝国の時代は政治や経済、文化の相互交流や発展をもたらし、世界の地図を塗り替えました。第4章、科学革命。ポケットから科学を取り出すマジシャン。16世紀から18世紀、人類は科学革命の時代に突入しました。科学的な方法や観察に基づいて自然の法則を解明する動きが起こりました。私たちの知識と能力は飛躍的に向上しました。さあポケットから科学の魔法を引っ張り出しましょう。地球の回転や重力の法則、微小な生物の存在など驚くべき発見が次と生まれました。これはもはや魔法ではなく科学の力なのです。科学革命は人間の思考や探求の進歩を象徴しています。従来の宗教的な解釈や迷信にとらわれることなく、観察と実験に基づいた客観的な知識を追求する姿勢が広まりました。有名な科学者たち、ガリレオ・ガリレイやアイザック・ニュートン、ジョン・ロックなどがその代表的な存在です。
彼らの業績は現代の科学と技術の基礎となりました。科学革命は社会にも大きな影響を与えました。新たな技術や発明が生まれ、産業の発展や交通の革新が進みました。これによって経済や生活様式が大きく変化し、人の生活は便利さや豊かさを増しました。また科学的な思考や合理性が重視されるようになり、啓蒙思想や人権の概念が広まるきっかけとなりました。科学革命は人類の知識と技術の進歩において重要な節目であり、その成果は現代の文明の基盤となっています。科学の力は私たちの生活のあらゆる面に浸透し、医療、通信、エネルギー、環境などの分野で革新をもたらしました。しかし、科学の力には二面性があります。その進歩は私たちに多くの恩恵をもたらす一方で、倫理的な問題や環境への影響も懸念されます。第五章帝国の終焉を、帝国よ、さらば、19世紀から20世紀初頭にかけて帝国の終焉が訪れました。帝国の力が衰退し、新たな国家や政治体制が次と生まれ変わっていきました。もちろんこの時期にはような出来事が起こりました。産業革命、民族の独立運動、世界大戦などドラマチックな展開が盛りだくさんです。帝国の栄光も一時のものであり、新たな時代へと舞台が移っていったのです。帝国の終焉は複数の要因によって引き起こされました。産業革命による経済の変化や技術の進歩によって帝国の経済的な優位性が揺らぎました。また民族の自決や独立運動の激化によって帝国の支配が崩れることもありました。第一次世界大戦や第二次世界大戦などの戦争によって帝国の力は衰退し、新たな国家や政治体制が台頭しました。帝国の終焉は人類の歴史の流れの中で重要な転換点でした。帝国の崩壊や衰退は権力の再分配や民主化の機会を生み出しました。多くの国で民族の自決が実現し、国民国家が形成されました。しかしこの過程にはような困難や紛争も伴いました。植民地の解放や民族間の対立が激化し、新たな国境や政治的な摩擦が生じました。帝国の終焉は人間の欲望や権力の再配置の一環であり、それに伴う社会や政治の変化は複雑で多様な結果をもたらしました。一方で帝国の終焉は国際連合の設立や人権の普遍性の確立など、国際的な協力や価値観の進展にもつながりました。第6章科学と技術の躍進、現代人いざ宇宙へ。ここでは現代の科学と技術の躍進を取り上げます。人間の能力はますます広がり、驚くべき発展を遂げました。宇宙探査、インターネット、人工知能など未曾有の進歩が続いています。これまで想像もできなかったようなことが現実になっているのです。科学と技術は私たちの生活において大きな役割を果たしています。宇宙探査は人類が未知の領域に踏み出し、宇宙の謎を解明するための努力です。人類は月に足を踏み入れ、火星やその他の惑星の探査を行いました。さらに人間の有人宇宙飛行や宇宙ステーションの建設も実現しました。宇宙探査の成果は宇宙物理学や天文学の進展だけでなく、地球の環境や資源の管理にも貢献しています。インターネットは情報の共有とコミュニケーションの手段として大きな役割を果たしています。一波世界中の情報にアクセスし、オンライン上でコミュニケーションや取引を行うことができます。インターネットは教育やビジネス、エンターテインメントなどの分野での進歩をもたらし、世界をよりつなげる役割を果たしています。人工知能 AI 派コンピューターシステムに学習や問題解決の能力を持たせる技術です。 AI は自動運転、音声認識、画像解析などの領域で大きな進歩を遂げています。また AI は医療診断や予測分析、ロボット工学などの分野でも活用されており、私たちの生活を変革しています。これらの科学と技術の進歩は私たちの生活を便利で豊かなものにしましたが、同時に課題も抱えています。個人情報の保護やデジタルの格差、エネルギー消費や環境負荷の問題など、科学と技術の進展に伴って新たな課題が生じています。持続可能な発展のためにはこれらの課題に対処しなければなりません。個人情報の保護に関してはプライバシーの重要性がますます高まっています。個人の情報を適切に管理し、悪用や漏洩を防ぐための法律や規制が必要です。
また個人が自らの情報に対して適切な管理を行う意識も求められます。デジタルの格差は情報へのアクセスや技術の利用において社会的な差異を引き起こす問題です。経済的な制約や教育の格差がデジタルの分断を生み出しています。この問題に対処するためには普遍的なアクセス権を保障しデジタルリテラシーの普及を図る必要があります。エネルギー消費や環境負荷に関しては持続可能な開発と環境保護が求められます。科学と技術の進歩を活用しながらエネルギー効率の改善や再生可能エネルギーの開発を進める必要があります。また廃棄物の処理や環境への配慮を含めた継続的な努力が重要です。さらに科学と技術の進歩が社会や倫理に与える影響も考慮しなければなりません。人間と機械の融合や AI の倫理的な問題、自律的な兵器の開発など新たな倫理的なジレンマが浮上しています。これらの問題に対しては倫理的なガイドラインや国際的な合意の必要性が指摘されています。続きは後編第7章未来への展望サピエンス次なるステージへ。最後に未来への展望を考えてみましょう。人類はますます進化し続ける可能性があります。バイオテクノロジーや遺伝子編集、人工知能などの技術の進歩によって私たちの能力や寿命、さらには自然界そのものをも変えていくことができるかもしれません。しかしながら進化という名の裏には課題も待ち受けています。人間と技術の融合や遺伝子編集などの進歩は私たちの能力や寿命を向上させる一方で倫理的な問題や社会的な不平等を引き起こす可能性もあります。また地球環境や生態系への影響も慎重に考慮する必要があります。さらに人工知能の進化も未来に大きな影響を与えるでしょう。 AI の能力向上によって労働市場や社会の構造が変化する可能性があります。一部の仕事が自動化される一方で新たな仕事やスキルの需要が生まれるかもしれません。また AI の倫理的な問題や意思決定の透明性も重要な課題となります。未来への展望ではこれらの技術の進歩と課題をバランスよく考慮する必要があります。私たちは科学と技術の力を最大限に活用しながら社会の公平性、環境の保護、倫理的な観点を尊重することが求められます。また進化や技術の進歩だけでなく人間の内面的な成長や精神的な発展も重要です。私たちは情報の洪水やデジタルの世界に取り囲まれながらも人間の核となる人間性や思考力、創造性を大切にする必要があります。自己認識や共感、倫理的な判断力など人間の特性を育みながら技術との調和を図っていくことが重要です。未来への展望は私たち一人一人の選択や行動によって形作られます。持続可能な社会を築くためには個人の意識や行動が重要です。教育や意識啓発、倫理的な指針の普及など社会全体での取り組みが必要です。最後に未来への展望は不確実性に満ちています。私たちは未来を予測することはできませんが、進化や技術の進歩を前向きに捉え、倫理的な観点からの議論や対話を重ねながら未来に向かって進んでいくことが大切です。本書ではユバル・ノア・ハラリのサピエンス全史をもとに人類の驚異的な進化と発展の物語をお伝えしました。遥かな過去から現在までの歴史を振り返りながら、私たちの知識や技術の進歩がどのようにして社会を変え、文明を築いてきたのかを探求しました。人間の特徴である言語、想像力、協同作業の能力が私たちを他の生物から際立たせ、ホモサピエンスが地球の支配者となったこと。農業の発展による食料の安定供給や定住生活の実現、帝国の興亡、科学と技術の進歩といった節目を通じて人類の歩みをたどりました。しかしこれまでの歴史は挑戦や課題を乗り越える過程でもありました。不平等や戦争、環境問題など人類は数の困難に直面し、その解決に向けて努力を重ねてきました。そして未来への展望を描く中で新たな課題や倫理的なジレンマにも直面することで識ます。本書を通じて私たちは自らの存在意義や進化の意味を考える機会を得ることができました。私たちの知識や技術の進歩は驚異的な力を生み出す一方で、倫理的な問題や社会的な課題をもたらすこともあります。私たちはこれらの問題に対して真摯に向き合い、持続可能な社会の構築に向けた努力を続ける必要があります。また未来への展望は不確実性に満ちています。
私たちは未来を予測することはできませんが、個人の選択や行動が大きな影響を与えることを知っています。私たち一人一人が持つ力や責任を認識し、持続可能性、公平性、倫理性を重視しながら、未来への道を切り開いていかなければなりません。本書を読み終えた皆さんへ、サピエンス全史の物語を通じて得た洞察や、考えを大切にしていただきたいと思います。私たちは過去から学び、現在を生き、未来を創造する存在です。私たちの選択と行動が次世代に受け継がれる人類の物語を形作っていくのです。最後にユバル・ノア・ハラリのサピエンス全史への感謝の意を表します。彼の深い洞察力と知識に基づいた著作は私たちの人間性と未来への思索を刺激し、啓発してくれました。私たちはサピエンスとしてより良い未来を築くために知識と洞察を活かし続けることが求められるのです。では、この物語の旅が皆さんの思考と行動に良い影響を与えることを願っています。人間の進化の歴史と未来への展望を胸に新たな道を切り開いていきましょう。